2024年1月28日午前3時、日本時間午前10時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。まずはお知らせです。先週は体調不良のためライブを中止してしまい申し訳ありませんでした。30日は YouTube にてライブを行う予定です。テーマは緊張を高める北朝鮮の新たな政策、東アジアのこれからは。興味がある方はぜひ参加いただけると嬉しいです。1月27日のハイライト。27日、日中は前線で合計64回の戦闘が発生しています。ウクライナのサイバー軍がまたもロシア企業のハッキングに成功したようです。詳しくは注目したい事柄で。ロシアの経済状態ですが、西側の分析予測とロシアの出す成長数値に乖離もあり、信頼できる情報が少なくなってきています。ロシアは戦争経済に移行しているのは間違いないのですが、正確な数値が公開されなくなってもいます。またドルで決済を行わない取引が始まっており、これがさらに西側アナリストの分析を困難にしています。注目したい事柄でロシア経済について触れてみました。またウクライナがこれから行う戦術について、ウクライナ地上軍司令官のシルスキー大将がロイターのインタビューに答えています。これについても注目したい事柄でお伝えします。まずは戦況に大きく関わる天候に関する報告からです。2024年1月27日から28日、西部、北部、東部で小雪が降り、南部ではみぞれ混じりの雨が予想されます。風は北北東から吹き、毎秒3から7メートル、最低気温はマイナス2度です。1月29日から31日、月曜日から水曜日、ウクライナ全域でほぼ曇りとなり、最低気温はマイナス5度になる見込みです。雪だとやはりドローンの運用が難しくなります。視界が悪い上に、雪が機体について重くなったり、可動部分が凍ったりします。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数770名、7日間平均871名と、戦闘回数はそこそこあるにもかかわらず、戦死者数は平均より少なくなっています。航空機を含めた損失額は2220万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は40台、7日間平均の損失台数は113台となっており、主要兵器の損失数は無人機4機、戦車6両、砲3門、多連装発射機0門、装甲車両15両、非装甲車両8両、対空システム0台となっています。悪天候でドローンが飛べず、27日も地上装備の損失は少なくなっています。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は4回、7日間平均は58回となっており、天候悪化による最低の数値となっています。4回のドローン攻撃はすべて撃墜されていますので、この日のロシア軍は1回も空爆に成功しなかったということになりそうです。ウクライナ軍の空爆は
天候悪化のためありませんでした。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズ、エイタクムスなどによる攻撃もありませんでした。ロシア側での爆発、炎上。ただいまベルゴロドで、再び航空警報が作動しました。自爆型ドローンは、多少悪天候でも運用できるように作られているようです。また、GPS 誘導なので、視界不良でも飛べる環境であれば攻撃に使えます。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。ハルキウ市方面。この方面の国境地帯及びハルキウ州では砲爆撃が続いています。クピヤンシク方面。この方面でロシア軍はシニキューカに対して3回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。また、キスリウカ、コトリャリウカ、タバイウカの東でロシア軍の攻撃が確認されています。ウクライナ軍から撃退情報は出ておらず、戦闘が継続中か占領された可能性もありますが、現時点で拠点の占領は確認できていません。ロシアの軍事ブロガーは、キスリウカとコトリャリウカを占領したと主張していますが、何の証拠も提示しておらず、ウクライナ軍が保持している可能性が高いです。また、タバイウカも占領したというロシアの軍事ブロガーがいますが、タバイウカは戦場から少し離れていますので、難しいと思われますし、何の証拠も出ていません。スバトベ方面。ロシア軍はステルマヒウカに対して2回の攻撃を行っていますが、2回とも撃退されています。クレミンナ方面。この方面でロシア軍は、テルヌイ、トルシケ、ヤンポリウカに対して10回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。シベリシク・リシチャンシク方面。この方面でロシア軍は、ビロホリウカに対して北から攻撃を行いましたが、攻撃はウクライナ軍守備隊により撃退されています。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。この方面でロシア軍は、イバニウシケとクリシチーユカに対して、計6回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべて、ウクライナ軍守備隊により、撃退されています。
東部ドネツク市方面北側。この方面でロシア軍は、ステポベ、アウディーウカの南の西側で、計8回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべて、ウクライナ軍守備隊により、撃退されています。ステポベは、グレーゾーンとなっていましたが、ウクライナ軍が、町の西側を保持していることが、判明しましたので、青赤マークに変更しております。この付近はグレーゾーンがなく、ウクライナ軍とロシア軍が至近距離で対峙しており、いつどうなるかわかりません。ステポベの北で、ウクライナ軍の戦車 T-64BV が機能不全に陥ったロシアの BMP を 125mm ヒート FS 弾で完全に破壊しています。この付近では激しい戦闘が続いています。アウディーウカの南、ドネツク空港近くの町、ベセレ近郊の映像です。先頭の BMP-1 が被弾するなり、後続の装甲車と戦車の乗員は、車両を捨てて逃走しています。ロシア兵の士気の低さがわかります。アウディーウカの南の西側住宅街で、ロシア軍が浸透して、少しずつ浸透しているようです。ロシア軍は他に、トネニケ、ペルボマイシケ付近で、12回の攻撃を行っていますが、ウクライナ軍によって、すべて、撃退されています。東部ドネツク市方面南側。この方面でロシア軍は、ヘオルヒーウカとノボミハイリウカに対して、10回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべて、ウクライナ軍守備隊により、撃退されています。攻撃を仕掛けたものの、破壊されるロシア軍戦車。ロシア軍は攻撃を行っても行っても失敗しており、数十回の攻撃で一度前進できるかどうかという極めて効率の悪い攻撃を繰り返しては、装備と人員を損耗させ続けています。ウクライナ軍はドローンが十分に供給されてきており、装甲車両用の弾頭を装備したドローンと破片をばらまき、人を殺傷する
対人榴弾装備のものに分けて投入しており、ドローンによるロシア軍人員の損耗も増えています。ロシアの指揮官は本当に無能だと思います。南部ザポリージャ州方面。ベリカノボシルカ攻撃軸。この方面でロシア軍は、ゾロタニバとスタロマヨルシケに対して、計3回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべて、ウクライナ軍守備隊により、撃退されています。オリヒウ、オレホバ攻撃軸。この方面でロシア軍は、ベルボベの西側で攻撃を行いましたが、攻撃はウクライナ軍守備隊により撃退されています。南部ヘルソン州方面。この方面でロシア軍は、クリンキ橋東歩に対して、1回の攻撃を行いましたが、攻撃は、ウクライナ軍守備隊により、撃退されています。南部沿岸域及びクリミア半島についての状況。この方面で、報告すべき情報は、ありませんでした。中東イスラエル及びシリアの状況。次に注目したい事柄です。まもなく戦争3年目に入るロシアの経済状態についてですが、ロシア国内はかなり労働力が不足しています。原因は軍需産業の大幅な増産体制にありますし、西側の企業が撤退した穴を国内企業が埋めようと新たな企業が起き始めていることにも起因しています。そして数十万に及ぶ動員も影響しています。ただ、ロシア経済は戦争経済に移行したのと、ドル決済を使わない資源の輸出で、開戦当初言われたような壊滅的な経済状況には至っていません。開戦当初は、ロシアはドル決済網やスイフトから外され、経済が崩壊するという人もいらっしゃいましたが、そうはなりませんでした。何せ資源がありますから、資源が欲しい国もたくさんあるわけで、ドル以外で決済できるのであれば、経済が崩壊することはないでしょう。それに何と言っても、エネルギー関連についてのスイフト制裁が除外されてもいますので、ロシアは未だにスイフトを使って原油や天然ガスを輸出することが可能ですし、実際輸出しています。このような状況ですので、まもなく3年目を迎えるウクライナ戦争ですが、ロシアは長期戦も可能な経済体制に移行したとみて間違いないでしょう。ウクライナ地上軍司令官のシルスキー大将はロイターのインタビューに答えており、司令官はインタビューに答える形で積極的防衛でロシア軍の戦力を削れるだけ削ると答えています。これはウクライナ軍が
2023年初頭から反撃開始までの半年間に、バフムトを中心とした防衛戦で行った戦術です。有利な地形で防衛線を張り、ロシア軍の攻勢意欲を利用して、積極的に防御戦闘を行い、ロシア軍にできるだけ大きな損害を与える戦術です。10月に始まったアウディーイウカ一帯でのロシア軍の攻勢を、ウクライナ軍は利用して、ロシア軍に大きな損害を与え続けています。ウクライナ軍は、地雷原を設け、ロシア軍の攻撃方向を限定させ、ロシア軍の攻撃ルートにキルゾーンを設けて、ロシア軍を迎撃しています。また、攻撃態勢に入る前のロシア軍渋滞を、ドローンで集中攻撃して、大きな損害を与えています。当然ながら、伏撃も各所で行っており、対戦車ミサイルなどで、1個自動車加速撃兵中隊が、ほぼ全滅するなどの被害が、ロシア側に出ています。また、ロシア側は、突撃中隊ストーム Z を編成して、突撃歩兵による、ウクライナ軍陣地への攻撃も行っていますが、ウクライナ軍は、クラスター砲弾による砲撃やドローンで、人を狙って爆殺するなど、容赦ない防御戦闘で、ロシア軍に損害を与え続けています。ウクライナは、ロシアが圧倒的な攻撃力で、軍を再編、補充しても、それを上回る損害を、ロシア側に与えることで、戦争を有利な状況に変えようとしています。ウクライナのドローン攻撃は凄まじく、ロシア側の車両の損失の実に3分の2は、ドローンによるものという研究結果が欧米から出ています。ドローンは今や、対装甲車両、対車両の一番の天敵となりました。ウクライナ軍のドローンの活用方法は、おそらく世界一でしょう。日本も、援助と引き換えに、ノウハウを得てはいかがでしょうか。どちらの側も、イリューシン76に何が起こったのか答えられないが、ロシア側の立場は奇妙だ、と、GUR のブダノフ局長は語った。ブダノフ局長は、ロシアは引き続き、すべてをウクライナのせいにしようとしているが、機内に実際に捕虜がいたという証拠は、まだ提出していないと指摘した。GRU ブダノフ局長インタビューより、ブダノフ局長の発言通り、ロシア側は、すべての証拠を持っているにもかかわらず、開示しておらず、主張に合致した証拠が、ないのではないでしょうか。あれば、ウクライナを追い詰めるためにも、すぐに開示するでしょう。これが、ロシアが公開した、捕虜が輸送機に乗っていた証拠映像だそうですが、全く証拠になっておらず、やはり、嘘だろうなという疑惑が増すだけです。また、ロシアが提出した捕虜名簿などに、すでに解放されて帰国している人の名前があるなど、矛盾する内容もありますし、プロパガンダである可能性が高いでしょう。NAFO 航空部隊の最新メンバー115機の最新鋭ドローン。ウクライナ軍参謀本部提供。ウクライナ軍は、ドローン軍団の強化を、凄まじい勢いで進めています。偵察用ドローンが、目標を発見するや否や、近くにいる自爆ドローンが、すぐに攻撃に来る態勢を取るようにしています。ただし、ドローンは、天候の悪化で使用不能になります。特に、風に弱く、風速5メートルでは、操縦がかなり困難になり、風速10メートルを超えると、操縦はできません。制御不能です。また、対策が施されていないドローンは、寒さにも弱く、機体内部で、
水分が凍結し故障したりします。気温が零下になる場合は、対艦仕様のドローン以外は使えませんが、ウクライナ軍のドローンは対艦仕様にほぼなりつつあります。ウクライナ中央情報総局のサイバー専門家らが、ロシア軍産複合体の利益のために活動していた IPL コンサルティング会社の内部 IT インフラ全体を破壊した。60TB のデータベースとサーバーが破壊されました。ノエルリポートの投稿からです。ウクライナ軍のサイバー部隊は、ロシアの軍事企業に攻撃を集中しており、先月もロシア企業がデータを全部盗まれた上に、バックアップごとデータを消されています。日本のサイバー部隊は防護を中心に行っており、攻撃を行うような法的整備が進んでいないと言われています。日本の技術者は優秀な人が多くいますので、法律が改正されれば、すぐにでも攻撃を行ってきているサイバー犯罪者を特定して、そのサーバーや PC を破壊するなどの反撃が可能です。反撃もせずに指を加えているから、守っても守ってもきりなく攻められます。日本は早くサイバー犯罪者を攻撃できるよう法改正が必要でしょう。ショルツ氏は2月9日にワシントンを訪問し、バイデン氏とウクライナ支援について協議する予定。ブルームバーグ。バイデンとショルツの話し合いだと、お互いに長距離ミサイルをどっちが先に出すか譲り合って進まない話し合いになると思いますので、できれば英国のスナク首相に同行してもらった方が良いのではないかと。近藤は思います。スナク首相なら、無能な二人を説得して、何か良い案を出してくれると思います。しかし、ドイツとアメリカが、このような優柔不断では、世界の平和は保てないでしょう。今後も騒乱や戦争が増えそうな気がします。イエメンの風刺派が公海でロシア石油を積んだタンカーを攻撃した結果、英国の石油タンカーマーリン・ルアンダが火災に見舞われた。このタンカーはロシア産の石油を積んでいた。ネクスタ TV の報道からです。ロシアの石油を積んでいようが英国のタンカーであったことが許せなかったのでしょうか。英米の艦隊やドイツの艦艇が向かっていますが、まだ商船を守りきれていないようです。欧州の国々は艦艇を増派する可能性があるでしょう。米国はロシアの脅威増大に対抗し、15年ぶりに英国に核兵器を配備する。テレグラフ紙は、米国国防省の文書を参照して、この件について書いている。文書によると、サフォーク空軍基地は、弾道弾防衛装備の配備を計画している。テレグラフ紙の記事からです。英国は、この戦争が始まった時点で、核兵器倉庫から核兵器を搬出して、基地に配備しています。今回米軍がさらに核兵器を英国の基地に配備したことにより、核攻撃に即応する体制がさらに高まっています。スウェーデンの NATO 加盟が決議された後、ホワイトハウスはトルコへの新型 F-16-40機の引き渡しを承認した。今週トルコ議会がスウェーデンの NATO 加盟文書を批准したことを受け、
ジョー・バイデン政権はトルコへの F-16 戦闘機売却を承認した。ネクスタ TV の報道からです。結局こういうことです。トルコは地対空ミサイル S-400 を強引に購入しているので、次がありませんから、アメリカの言うことを聞かないと、必要な兵器が売ってもらえません。S-400 の時は、F-35A の売却が取り消されています。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。